皆さんこんにちは。前ご紹介いただきました舞鶴水産実験所の増田と申します。気仙沼モーネ湾によみがえる魚類群衆ということでお話をさせていただきます。ご紹介いただきました通り、普段は舞鶴の水産実験所という海辺の施設におりまして、魚を飼育して、どれくらい魚が賢いかというのを調べたり、群れ行動について調べたりする、自称魚類心理学の研究であったりとか、あるいはこの目の前の海に毎月2回、1年通して潜るというのことを、これを10年以上続けてやってまして、季節の変化や、年による変化を調べるとか、でさらには、原発の排水の周辺での潜水というのを、これを過去8年ほど続けてやってますけれども、そういうような調査とかをやっているんですが、縁がありまして、モーネの方の調査にも仲間に加えていただいております。で私はその、潜ってみるのがとりあえず得意な部分で、それしかできないと言ってもいいぐらいなんですけれども、潜って見てきたものをですね、で一緒の研究チームにいる、先ほどお話しありました吉永先生が、それは微生物学的にはねっていうようなことを、教えてくださったりとか、じゃあどうしていったらいいかというところを非常にマクロな視点で横山先生が土木工学的にはこうしていったらいいんじゃないかとか、そういうような議論をですね、その調査の晩に、東北のおいしいお酒を組み交わしながら、していくっていう非常に刺激に富んだ時間を、2ヶ月に1回の調査で、過ごしております。でこちらの写真、実は、2011年の5月私が参加した最初の調査の時の写真なんですけども、少々不安げな顔をしているのは、これは津波の2ヶ月後ですから、余震で津波が来たら俺どうしようっていう顔なんですけれども、でも来たら船ぶりを叩いて知らせてもらうとか、そういうような打ち合わせもした上で潜水調査を行いました。それで、調査を行うにあたって、まず場所を選んだわけですけれども、このモーネ湾の奥の方に、畠山さんの養殖の、イカダ等があったわけですけれども、4カ所定点を選びました。で予備調査の末選んだのが湾の一番奥、こちらかつてアマモ場があったんですけれども、津波で押し流されて亡くなった場所、それから湾の途中にある、ガラモ場、こちらはその本田原類の生えていた場所で、実際調査を行った時にも多少は残っていた、あるいは生え始めていたんですけども、それから湾の入り口で、大きな魚が割とよく釣れたよというようなことを聞いた場所、そして湾の外側の場所と、この4カ所で、調査を行いました。で、潜って見た来たまんまを伝えればいいわけですけども、一応定量的なデータが取りたいということで、いわゆる、ライントランゼクトの変形版を調査に用いています。でこれどういうものかというと、震災のあった場所に調査用の、ラインを敷いてしまうのはどうも鬱陶しいだろうということで、50メーターの長さをですね、私のピンキックを数えてですね、それで54蹴り蹴ると大体50メーター進むということが分かってますので、その間の両側2メーターずつを見ていって、大体100平米の中に見られる魚の種類と個体数と、それから数を見ていくと、こういう大雑把な方法で、見ております。で小さい魚では見落としがありますし、大きい魚は逃げていく場合もあるんですけれども、それでも時間的な変化を見ていくとか、あるいは場所ごとの比較を見ていくということでは、ある程度は使える方法かなということで、やっております。で以下、見てきたものですけれども、5月震災の2ヶ月後、流し台が落ちていたりとか、あるいはお皿が落ちていたり、砂の中に普通いるはずの貝が、岩の上に乗っかってたり、それから陸上から運ばれてきた、樹木が沈んでいて、で水が緑色になっていて、吉永先生的に言えば、珪藻がべらぼうに多いということになるんでしょうけども、そういう状態で、それから牡蠣、これは養殖されていたものでしょうけども、海底に落ちている、あるいは海底の中、泥がうどうどっていうしている部分があって、ここを、触ってみますとですね、泥がうわーっと巻き上がります。であるいは死んだ魚が落ちてます。普通魚が死ぬのは、小さい魚は大きい魚に食べられて死ぬのが普通なんですけれども、こんな風に、海底に落ちている魚がいたり、あるいは剥がれて、落ちて死んで、そのアワビがかびているっていうようなものにも出くわしました。以前こういうのを、見たことがなかったんでびっくりもしました。
で魚がいないわけでもなくって竹銀ポなどという魚、これは、のまあ、稚魚ですね、小魚、あるいは、こちらは、陸上から運ばれたと思われる草の方に向かって泳いでいっているアサヒアナハゼの稚魚ですね、こんな小魚がいたりで、ホンダアラ類の海藻にはひどく泥がかぶっています。ただラッキーにそういうところにたどり着けた場所 の 竹銀ポはこんな風にあの海藻に隠れています。でそれから、まあ、ハゼですね、小さなハゼがいたりとかしましたけども、ただ一種類ちょっと大きめだったのがニジカジカという魚です。でこちらその普通は50メーターよりも深いところにいるような種類らしいんですけども、この時には十数メーターのところで見てます。でここまで見てきた魚はどういう種類だったかというと、ほとんどが小魚ということは、津波があった時にはおそらく沖にいて、津波を逃れている。で浅いところのは、ものすごい津波のパワーで陸に、打ち寄せられるなりなんなりしてみんな死んじゃう。で沖の方にいたやつが津波に乗ってひょっとしたらやってきたのかもしれないと、そういう状態です。でそれからクラゲが何種類もいました。でこれ白クラゲだったり赤クラゲだったりとか、そういうクラゲがいて、クラゲっていうのはあの劣悪な環境でも生きられる生き物と言われているんで、かなりこの5月の時点では厳しい環境だったんじゃないかと考えられます。で沖の方に行ってみると、まあ、船が沈んでいたりとか、します。船名も読めて、で普通沈船があったりすると魚が寄りついたりするんですけども、そこに魚が寄りつく様子もありません。陸上を見ると津波の後の、石油タンクから流れ出た石油で、まあ、山火事が起きて、でいわば、津波と火事でつながりが断ち切られた状態になってしまったんではないかと、こういうふうに見られるんですが、これが、7月になると早くもアマモが育ってきています。そして、海底のうどうどっとした泥がなんとなくなくなってるんですね。で伸びてきた海藻の間にキヌバリのような小魚がいます。それからアイナメ、今年生まれとこの年生まれと考えられるサイズのアイナメがいます。でクラゲもいるんですけども、考えようによってはこのクラゲという生き物も、劣悪な環境から、よりいい環境に、栄養分を持ってきて、それでこのクラゲも実は魚に食べられてしまったりもします。そして、9月ですね、あのリュウグウハゼなんていうハゼがいたり、それからキヌバリの数が非常に多くなってきます。でそうするとこのキヌバリを狙うメバルのような、魚もいるんですけれども、ただこのメバルのような魚は実は、昨年の段階では非常に少なかったんですね。で魚食性の魚が少ないからこそこのキヌバリが非常に多い状態で、ありました。でアサヒアナハゼなんかはもう、まあ、魚食性の魚でおそらくこれもこの年生まれのサイズです。それから9月には水温が高いのでちょっと南の魚であるマアジなども入ってきました。それからボラ、ヒメジ、それにコブダイなども南方系の魚、こういった魚が水温が高い時期に入ってまいりました。これが11月になって水温が下がるとそういう南の魚がいなくなって、キヌバリ天国になります。でキヌバリがいっぱいいて、まあ、きれいはきれいなんですけれども、でも言ってみればこれは、火山が爆発して溶岩が流れた後に、まあ、あんまり樹木が生えずにススキが生えているような状態に例えられるのかもしれません。ただ、このアマモ場にもキヌバリがいっぱいいて、沖の、まあ、瓦礫が魚礁になっている場所にもキヌバリがいっぱいいるんですけども、そこに大きなアイナメも入り込んでいます。でこのアイナメどこから来たかというと、アイナメは浅いところにも深いところにも暮らせます。ですから、津波で浅いところのアイナメが少なくなったら沖から、死に出すように、浅いところにやってくるということもあると思いますし、空いている空間を利用するということになります。それで年が明けて1月、この時期の調査中は、日中でも氷点下のままで、まあ、非常に寒い中の調査ではありました。海の中魚は少なくなってはいるんですけれども、それでも、キヌバリ等のハゼはちゃんといて、肉ハゼなどというハゼもいます。これが3月になると日差しは暖かいのですが水温はさらに下がって4度ですね。4度っていうと、まあ、ビールだったら飲み頃ですけども、ワインだったら、だいぶ冷えすぎなぐらいの温度です。ですがそんな中でも、コモンフグであったり、それから、まあ、ハゼ何匹かいたりとかですね、それから、網といって、まあ動物
甲殻類なんですけれども、これがものすごい密度でいて、こういったアミナンドの群れは小魚の餌になります。そしてこの仔魚、生まれてそんなに経ってないような仔魚が点々といます。でこのクラゲもいるんですけれども、クラゲがいて、この仔魚なんかを食べてしまうこともあると思われるんですが、同時に海藻の上には、ウミウシがいます。で特にこのミノウミウシっていうのはクラゲのポリプを食べるウミウシとして有名です。ですからこの3月の海の時点では、まあ、網もいましたけども、ハゼがいて、仔魚がいて、仔魚を食べるクラゲがいるけども、それを食べるミノウミウシがいてという、いわば海の中で、サイクルがきれいにつながったなというようなことが感じ取れました。そして5月、水温が上がってくると、ガジという魚ですけども、ものすごい密度でいます。それから大きな魚も戻ってきて、こちらマコガレイですね。5月の時点、水温が上がったといってもそれほど高いわけではないので、北方系のクラゲである、北水クラゲがいます。そしてワカメが大きく成長してきています。湾の奥の方で、これ7月の写真ですけども、アシシロハゼというハゼが見られました。でこれは河口付近にいるような種類のハゼらしいんですけども、泥が溜まったようなところで、生息しています。それからこれ絹張りの写真なんですが、こちら後ろに見えるのは牡蠣なんですね。で養殖の牡蠣のいかだがちょうどいい、ハゼたちの住処になっています。それからアマモ場にウミタナコがだんだんと成長はしてきています。でこちら赤帯シマハゼというハゼです。でこちらアサヒハナハゼという魚なんですけども、この2匹、オスとメスなんですね。で分かるのはここにオスの生殖突起が見えます。ですから、まあ、交尾を、しようとしているところで、まあ、もうちょっと近づくところまでは見てたんですけども、この後でおそらく交尾をしたと思われます。それからメバルも、今年に入ってからはもうちょっと数多く見られるようになってきました。そしてもうちょっと大きいキツネメバルのような魚も見られるようになりました。で9月にはやはり水温が高いので、南銀ポのような南方系の魚、あるいは姫路科の魚のおじさんという魚も見られました。それから、ホヤなんですけれども、小さなホヤがたくさん見られます。これは、ホヤがこの湾内で、まあ、再生産しているということと思われます。それからこちらにナマコがいますけれども、ナマコは海底の泥を、まあ、食べて糞をして、でこの泥を掃除した後で、海藻が生えてくるということになります。で生えてくる海藻が例えば昆布の仲間 で、この実際この先ずっと長く伸びてるんですけども、こう引き返してみるとその裏側に、角刈りがいたりします。海底で落ちているホタテ貝を拾ってみたところ、殻の直径が17センチありました。でこんな大きなホタテ貝がたくさん落ちています。それからこちら石ガニがハサミを伸ばしているんですが、まあ、ウニ食うなと言っているようにも見えるんですが、その後ろには大量のウニもいます。それからタコヒドトベ、これは、まあ、二枚貝を食べる、まあ、有害な生き物とは言われてますけども、そういう生き物もいます。そしてこのスジハゼ、スジハゼがいますけども、後ろに穴があって、この穴というのは、まあ、エビの仲間が穴を掘って、それでそこにハゼが共生している、まあ、ハゼとエビがつながりを持っているということも言えます。それから、まあ、ウミタナゴがかなりの数の群れで、います。これが、まあ、大きくなってくれると、気仙沼の民宿で出てくるような塩焼きになってくれるかと思います。でここまでの結果をですね、グラフに表してみますと、一番上のグラフが水温で、二つ目が、魚の種類数で、三つ目が魚の100平米あたりの個体数ということになるんですけれども、まあ、当然、冬に水温が低かったのが夏に水温上がってということは繰り返されるんですが、この魚の種類数、特に今年の5月の値を見てみると、まあ、去年に比べると、まあ、2倍から4倍ぐらい増えている。でさらに個体数、こちらは対数軸になっているんですけれども、ざっと20倍ぐらいに増える。で一段ぐっと高いレベルで推移しているということがよくわかります。ただ、場所ごとに比較してみるとですね、特に数、個体数、種類数が多くなっているのはガラモ版なんですけれども、逆に、回復が遅く見えるのがこの湾の奥の方なんですね。でこちらそのアマモが流されて、
まあ、魚が少ないようにも見えるんですが、ただしここの浅いくてちょっと濁ったような場所っていうのは特に魚が見にくいんで、相対的に過小評価している可能性があるんですね。まあ、これもまあ潜水調査の限界ということで、まあ、揃いっちゃおしめよっていうような部分もあるんですけれども、まあ、実際はもうちょっといるのかもしれないんですけれども、そのあたり補うようなデータを一緒に調査をしている京大の中山先生などのデータからもバックアップしてもらえると思います。で、陸上に目を向けると、まあ、大きな杉の木っていうのは500年もかけて育つし、それから、若い杉でもまあ数十年かけて育ちますけども、海の中は回転速度が速いという話、今日も何度かそういう話が出て、まいりました。でこれを頭に置くんですけども、もう一つ重要なこととして、この先ほどの杉の木っていうのは枯れていたけれども、雑木林は、水災の2ヶ月後でも青々としている。でこれは、豊かな自然がいろんな種類の生き物がいることによって、そしてそれらがつながりを持っていることによって、強さをもたらしているんじゃないかなというふうにも考えられます。そしてこのモーネ湾の岩場というのを見てみますと、この海の中の回転速度が速いとは言いつつも、その回転速度が生かされた理由っていうのが、それが実はあんまり手を加えずに来た自然にあるんじゃないかなというふうにも考えられます。というのはこの、自然な岩礁域がここにありますけれども、そういう場所っていうのは海藻も育ちやすいし、そうすると稚魚も入ってきやすいし、でそういうようなところが保たれていたというのが回復が早い もう一つの実は理由なんじゃないかなっていうふうに考えられます。で、こんなような話を実は昨日京都市内の某所で行いまして、昨日も聞いていただいた方には大変同じような話で申し訳なかったんですが、ここで昨日いただいた質問というのが一つありまして、質問してくれたのは実は私の、ポケゼミ生だった子なんですけども、東北の他の地域と比較してどうなんでしょうかということを聞かれました。でそれは、モーネ以外にも行って潜ってこいっていう意味かなと思ったんですけども、非常に幸いなことにですね、他のグループと情報交換することができます。東北マリンサイエンスという形で、まあ、まとめられているグループもありますけども、庄司先生 のデータというのことも大変参考になりますし、仙台湾あるいは、大洲市の方で、調査をされているデータというのもありますので、そういったところと情報交換をしていくということも重要だと思います。もう一つですね、昨日から今日の昼にかけて考えたこともちょっとだけまとめさせていただきます。で一つには、昨日のパネルディスカッションで、空間的なつながり以外に時間的なつながりも重要だっていうことを指摘されたパネラーの、方がいたんですけれども、それ確かに重要だな、この時空のつながりと言っていいんだろうなと。じゃあどれぐらいの時間スケールかなっていうことを考えたんですけども、それは、ここ1年ぐらい私思うのは、まあ、1000年かなと思うんですね。でどこからこの1000年って出てきたかっていうと、これもこの1年ぐらい私ちょっと読み返しててすごく気に入ってるのが小倉百人一首なんですけども、あれが生まれたのが今から800年前で、それでその定家さんが集めたのがそれから遡って数百年前ですから、だいたい1000年前ぐらいの歌を、現代人が読んで非常に心を打たれるわけです。そうするとやっぱり1000年後のことに関して責任を持たないといけないかなというようなことを思います。でもう一つ考えることとして、コストとベネフィット、あるいはリスクとリターンということで、これは私行動の研究をしていれば、群れを作るコストとベネフィット、群れでいうと、ベネフィットとしては、まあ、敵を惑わして食われにくくするっていうベネフィットはあるけれども、コストとしては、餌不足に陥るっていう、まあ、リスクというかコストがあるわけです。でこういう視点を、まあ、同じようにじゃあ原発の場合どういう、まあ、リスクとリターンがコストとベネフィットがあるかっていうことを考えてみたりもするんですけども、ここでそのいろんな世の中の、コストとベネフィットっていうのはだいたい1年単位で動いていると思うんですね。というのはその企業さん の原則というのはその年の、経常利益をいかに上げるかということが、まあ、大原則で、その年あるいはその現社長の在任中ぐらいのスケールじゃないかと思うんですけども、このコストとベネフィットを1000年の展望でやっていく必要があるんじゃないかなというのことを思います。で最後に、まあ、先ほどの小池先生の話で、聞きながら思ったのは、その、地球っていう星があるのは ものすごい奇跡の積み重ねでこの星があって、その中でさらにこういう奇跡の積
積み重ねでこの国があるんじゃないかなっていうことも思ってます。でこういうちょっと大きなこう展望も持ちつつ、まあ、目の前の、まあ、目標としては美味しい三陸の牡蠣が食べながら美味しい酒を飲んで研究ができればいいかなというふうに思ってます。以上です。ご清聴ありがとうございました。